シャレール、オギクボシャレールオギクボは東京都杉並区オギクボ3丁目に立地する UR 都市機構の造成した急行団住宅である。2011年再生事業の完了を機にオギクボ団地から解消した。1958年に竣工。全福寺川の左岸に位置し、近くを東京都道311号環状8号線が通っている。小木クボの五丁目及び 上尾木一丁目の広域避難場所に指定されている。重道の老朽化のため、都市計画、小木久保三丁目蓄地区計画の一環として、再生事業が行われた。全敷地の約半分を占める西側部分の重道の建て替えとともに、外周道路の拡幅や緑地、公園の整備などが行われ、2011年3月に竣工した。建て替え後の個数は411個。 これに続き、住友不動産に売却された東側部分の重友跡地に分譲マンションのシティテラスが建設された。また、北側の重友跡地には2016年6月に特別養護老人ホーム、おぎくぼ市温が開設され、1階は同法人が運営するデイサービス、ほのかおぎくぼになっている。その隣には、私立保育園、 リトルパンプキンズが開設された。また、かつて団地のシンボル的存在となっていた給水塔は再生事業を機に取り壊されている。なお、再生事業に合わせて東京都道311号環状8号線の東側を西武池袋線富士見台駅付近から甲州街道まで南北に走る。 予定の都市計画道路補助215号線が団地の生誕を循環して新たに建設される計画もあったが2017年時点で着工の見通しが立っていない。1960年には団地内に電話が設置された。また、この団地電話は全国の高段住宅で初めて設置されたものであった。最寄り駅は JR 中央線をおよび東京メトロ。 丸の内線小木久保駅、道駅南口から関東バス小木51、シャレール小木久保行に乗車し、終点で下車。本路線の小木久保2丁目シャレール小木久保間は、道幅が狭いため、補助誘導員が天井しており、すれ違いや小木久保2丁目バス停付近での急パチの出入りなどでバスを誘導する光景が見られる。老人ホームの開設後は、北側の特養ホーム、 おぎくぼしおんまえを集会するようになった。ありがとうございます。